い、皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マイクラフトやっていきましょう。今回はこの謎の黒曜石の家を紹介していこうかなと思います。なんか多分僕が前回、撮ったとこよりも後にできたものなんで、ちょっとそれを紹介していこうかなと思います。ということで皆さんよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価するとですね、日本投稿頑張りたいと思うんで、まあよかったらね、チャンネル登録、日本見たい人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の話題やっていきましょう。まあということでですね、まあ日本投稿するとか言ってたんですけど、まあまあ参加型の企画をね、まあ宣伝も兼ねて動画上げたいと思ってるんで、まあ再生数は多少下がると思いますが、まあそういうの気にせずにもう毎日投稿していけたらいいなと思います。ということで今ね、ルール解説動画作ってるんでちょっとまだ遅れそうですが、お待ちいただけると幸いです。ということで、何ですかこの家はっていうことで、ちょっと紹介していこうかなということで、まあ今回の動画は短めになると思います。そんな長く撮る予定はございません。ということで、なんか僕普通に窓から入ったけど、まあ普通はこっから入れって話だよね。ってことでお邪魔しまーす。どんなものがあるのかなーって思ったけど、何もなくね。あれ？これ家だけこれ。あ、チェストの中にはいろいろ入ってるんだ。はいはいはい、なるほど。で、それで下の方には、あ、なんかまあ全然ないね。うん。あ、隠しとかもない。あ、でもなんかあるよ。え、待って。おっと、この家、地下にも広がってる。待って。上まだちょっとできてないのかなって思ったけど、意外と下ちゃんとしっかりしてる。なんか扉がある。なんだこれ。おお、なんかある。これなんか入ってますか。泣く黒曜石家セット。あ、こんなのがあるんだ。しかもなんか申し訳ない程度になんかさ、エンチャント瓶入ってるのがすごい気になる。これ何なんでしょうか。で、なんかめちゃめちゃあるんだけど、これ。ちょっと待ってて。これもしかしてさ、動画のネタになること分かってた。これめちゃめちゃ下まであるんですけど、これ嘘でしょ。ここまで広がって、あ、しかも廃校にぶつかってる感じか。あ、なるほどね。あー、廃校にぶつかってて、あー、なるほど。でまだ、まあでも廃校につなげただけって感じするね。なんか家まで多分直接つなげたような感じではないのか。うん、なんかつなげたっていうよりか、もともと自然生成物まで通したって感じか。なるほどなるほど。いや、意外と広いねこの家。すごいすごい。まあなんか物は見かけに、まあ人は見かけにおらずって言いますけども、物も見かけにおらないですね。黒曜石の家だけだと思ったら、なんと地下に回って、なんか地下の方が広かったっていうね。そういうことでしたね。なかなか面白い。まあそんな感じか。まあということで、今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。まあネタの最近困ってるんで、ネタ提供お待ちしております。ということで、皆さんよければチャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。